皆さんどうもこんにちは、なっちです。ヘラチャレンジというなんかイベントが来ています。なんか中途半端にクリアしてるんですけど、今回は、一つが、ベルダンディ、いつものですね、ベルダンディパーティーと、もう一つが、先日のゴッドフェスで弾けたミカエル、この二つを、ベルダンディとミカエルリーダーで、まあ、このヘラチャレンジ全部クリアするみたいなシリーズにしていこうかなと思います。で、キサキの宴が終わってるのは、ミカエルでちょっと勝てたんですね。まさか勝てるとは思わなかったんですけど、でも意外と攻略ページとか見ると、天主とかで行けたりするらしいですね。なんでまあ行けてもおかしくないかなと。ギガグラとか明けの明星がないだけで、まあこっちにはちょっと秘策とかもいるんで、スリーディアというね、ミカエルも意外と希望があったということです。で、今回は、ベルダンディでやっていきます。正直下のヘラはね、やらなくてもいい気もするんですけど、まあせっかくなんでやります。はい、バランスの副属性で OK。 はい、では行きましょう。背景はやっぱこれ統一なんですかね。負けんしか落ちないと。昔はここ落ちたらほんとね、美味しかったんですよ。大喜び。一回だけね、今はもう普通に土日ヘラ確か 1.5 倍なんですけど、一回だけヘラが 1.5 倍な時があって、みんなそこで負けんしゲットしてましたね。やっぱガチャ一回で出る負けんしと、こうダンジョンで落ちてくれる魔剣士はやっぱ価値が違いますもんね。ね、でもヘラのドロップ率は本当にひどい。本当にひどい。もうデビルすら落ちません。すごい、逆にすごい。ヴィーナスですね。あらあら。はい。あー、3コンボで死ぬかな。余裕ですね。めっちゃ減りますね。ミネルヴァです。ミネルヴァは余裕あるんで、ちょっと火でまずは殴っておこう。めっちゃ減っとるもんな。火でも減ってるもんな。ジョブズでも昨日昨夜で行けたんですよね。やっぱ地獄級とはいえ難易度の低い方には行ってしまったんですね。勇者とかよりは難しい気がするんですけど、僕はこのボスラッシュがね、初心者にはきついんですよね。ほんとある程度火力が出るパーティーを使い始めると何の問題もないんですけど、ネプも多分これで終わりやろ。よし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 。よし。まあここはちょっとチュートリアル的なね、準備運動的な感じで。ミカエルにした理由はペルセウスではなく、諸葛の攻撃のエンハンスがミカエルにも反映されるんですよね。ミカエルは意外とこう見えて攻撃タイプなんで、すごいすごい。他のね、天使は英雄に食われたんですよ。ガブリエルは回復だったのにアンドロメダ回復になって、ヤマトタケルさんもドラゴンになっちゃって、ミカエルだけバランスと攻撃で分かれてくれたんで、使えます。というわけで、次回はヘラウルズ、ヘラウルズは宝玉の動画でね倒せたので多分いけると思います。というわけでご視聴ありがとうございました。さようなら。